最終話でバスがなくても、タイムスリップことが、タイムスリップできることが明かされていたんですけれども。続編。いや、これ、でね、今日聞きたいですね。すねあの終わり方は続編を期待されている視聴者の方多いと思いますが。もし得る範囲で、何か頂戴できますでしょうか、プロデューサー。えっと。工藤官九郎さんが、はい、えっと、これを企画を書くときに。 大きい声では言えないことを代弁して留院を下げるということを目指しているとおっしゃってたのでおまだ大きい声で言えないけど代弁して皆さんの留院が下がるようなことが見つかれば是非とも作成したいと思っております。はい、はあ 素敵な言葉も頂戴できましてありがとうございました、はい、プロデューサーの磯山明さんそしてディレクターの金子文則さんそして安倍貞夫さんでしたどうぞ盛大な拍手をお送りください